学校法人森友学園の前の理事長籠池泰典被告と妻の淳子被告について大阪地裁は保釈を認めない決定をしたことが分かりました。森友学園の前の理事長籠池泰典被告と妻の淳子被告は大阪府豊中市で開校予定だった小学校の建設工事に関する国の補助金や学園が運営する幼稚園への府や市の補助金など合わせて1億8000万円余りを騙し取った罪で起訴されています。2人は7月に逮捕され現在も大阪拘置所に勾留されています。20日に弁護士が保釈を申請していましたが関係者によりますと大阪地裁が昨日保釈を認めない決定をしたということです。2人については初公判に向けて争点などを話し合う公判前整理手続きが進んでいます。